吉田さん、お疲れです。今多少ですけどもね、お金と時間の余裕が持てるようになって、本当に自分の後悔っていうのは何なんだろうかなとかね、この状態がもっともっと早くから続いていたら何ができたのかなってことを考えると、私は返すがですね、あれですよね、プロボクサーになりたかったなと思ってますね。私の体格とか、まあ無呼吸とかね、それから、まあ、ちょっとこうパンチの出るタイミングとかを考えると、チャレンジしておいてもよかったんじゃないかなと思いましたけど、やっぱり10代の頃って半端もんだったですね。なんか何もやらずに何でもできると思っちゃってたところがあります。で、これはちょっと逆説的なんですけども、今みたいに自由になったからこそやりたいことが見えてきたっていうのもね、確かにあるんですけども、いや逆にですね、不自由な時にやりたいことを突き通して、そして自由を手にするってこともできたんじゃないかなと思ってたんですよね。まあなんか支配からの卒業ってね、尾崎豊さんの歌詞のワンフレーズがありますけども、私はその支配されていたという認識が なかったですよね。で、親からなんかね、脱出したいとかよく10代の子は思うんですけども、私はそれも思わなかったですし、どんな環境でも俺は俺だろうと思ってたわけなんですよね。まあ、そこはまだ自分の未熟さ、認識のなさっていうのが大いにあって、ただとりあえず何かをやろうと思ってもお金がなかったし、お金が欲しいと頼める人もいなかった。まあ多くは親に頼むんでしょうけども、まあどうせダメだろうと思ってましたね。ここなんですよ、今日の話のテーマ。自分の夢希望を話したところで、まあ、どうせ止められるだろう、どうせダメだろうというふうに自分で思っていたんで、言えなかったし頼めなかった、だからまあ身近な人に自分の夢が言えない以上、その道ってのは閉ざされてるなと思ったんですよ。だから今は自分の望むことをすぐにね、自分ではない誰かに伝えることにしてるんですよ。そして繰り返し繰り返しその話をしているっていうことを、多分自分の気持ちと思ってね、分かってもらうことと、あ、俺また自分こんなことまた言ってるわみたいなね、そういうふうに認識することができるのかなと思うんですよ。やっぱりね、自分がこうしたいと思うことって見つけにくいのかもしれません。それはこれもある人の言葉なんですけども、お前は将来どうしたいんだっていうふうな聞かれ方をしたことがあるんですよ。その時に私は、いや、いろいろやってみたいですよっていうふうに答えたんですよね。でもう一回聞かれたんですよ。だからそのいろいろってなんだよってね、なんだよって聞かれたんですよ。なんか美味しいもの食べて旅行して、そうだなぁ、こうなんですよ。つまり経験がないからいろいろのいろいろが答えられないんですよね。そして知識がないからいろいろのいろいろが思いつかないんですよ。さらに言うと、いろいろってのが問題があるんですよね。たくさんいろいろやってみたい、そういうふうに思いつくってことは一点に決まってないってことなんですよ。一点すら決まってないのにいろいろはないだろうってことなんですよね、今思えるのは。だからまずは一つを掘り込んでいくこと。10代の私でしたら、おそらくね、そのプロボクサーの道を目指して毎日のトレーニングをする中で、多分体も作っていくでしょう、減量とかもやるでしょう。そうするとたとえプロボクサーになれなくても、プロボクサーとして4回戦防衛で終わっていたとしてもね、私が得れたものっていうのはおそらくトレーニングのこう大切さとかね、尊さですよね。多分こう筋肉ムキムキも早めになれたでしょうしね。そしてもう一つは食べ物のありがたさ、美味しさですよね。減量っていうのは多分過酷にしたことになると思いますけども、減量するたんびに水飲みてーとかね、それとか、あ、リンゴ食べたいとかね、で減量明けに食べるお味噌汁の美味しさとか、多分もっともっと早く感じれたんじゃないかなと思うんですよ。当時の私は自動的に食卓にご飯が並んでいてね、で気に入らかなおうが残そうが、なんか食べてやってるんだみたいな感覚もあったんですよね。
やでもそうではなくて、一杯の味噌汁、一切れのたくあんが、あ、誰かの手によってこの目の前にあるんだなと、そして食べた後も誰かがこれを片付けるんだなとかね、そして思いを込めてまた私の目の前に誰かがこれを出してくれてるんだなと、特に減量をしたりとかね、ボクシングをしたりとかハードな運動をしていると、少ない食事で栄養のすごくね高いもの、どうやったら食べてもらえるかなと、どうやったら美味しく食べてもらえるかなっていうふうに作り手、まあね、私の母になりますけども、買い物の時からねものすごく考えてくれたと思うんですよ。だからそういうことに多分気づけたんじゃないかなと思いますね。で、今回考えると何かに打ち込むとね、支配されているというよりも応援してくれる人ばかりが周りにいるっていう環境になるんじゃないかなと思うんですよ。今私は情報発信速化塾をやっていて、私の活動を妨害する人は基本的にいないんですよね。応援する人ばかりです。だから続けてこれたのかなっていうところもありますし、それは活動の初期の段階で私の活動をよく思わない人が去っていったってこともあるんですよ。その一つの例が、私の店は去っていったんですよね。私の作った会社、店は私の活動がもう肌に合わなくなってね、社員もろとも去っていったと、お客様も去っていったということなんですよ。そして今私は速化塾という塾を運営して隠居暮らしをしてますけども、この私の暮らしが好きな人、私との関係をよく思う人がこうやって付き合ってくれてるのかなと思います。まあですんでね、人数は確かに少ないですよ。こんな私の暮らしに肌が合う人、話が合う人、友人だと思ってくれる人少ないですよ、でもだからこそ、少ないコミュニティだからこそ、まさに支配されてない状況があるのかなと思いますし、手を取っていけるんじゃないかなと思うんですよね。まあ吉谷さんがその最たるものですけどね、吉谷さんと私は主従関係にはないわけですよ。まあ相棒とも言える関係かもしれませんし、ライバルとも言えるかもしれませんし、目標とも言えるかもしれませんし、お互いに指差し合って腹の中で笑ってるかもしれないですよね。クロームブックプブとかね、漢字書けないプブみたいなね、そういうふうには適度にちょっとね、笑い合って、でも深く尊重し合って進んでいける関係が見つかったのは非常に貴重なことだなと思いますね。皆さんにはそういう人がね見つかるでしょうか。それはね、何かをやり通した人にしか見つからないと思います。だからカール・ルイスにはベン・ジョンソンがいて、ベン・ジョンソンにはカール・ルイスがいて、矢吹ジョーにはね、リキー・ストールがいてみたいな感じです。そしてね、これ最後に思うんですけども、YouTube でねボクシングをまとめたボクシングオタクチャンネルっていうのがあるんですよ。確かそんな名前だったと思うんですけども、でそこでね試合を見てると、そのパンチ一つ一つにどのぐらいの思いが困ってるのかなってことをね、私なりにはものすごく感動して、やっぱ胸が込み上げてきますね。わ、すげえなーと。このリングに立つまでにどんなドラマがあったんだろうかと、そして何人の人が破れていったんだろうかなと。で防衛戦、竹原さんとかね、防衛戦がうまくいかずに、まあ、破れていった時の、まあ、その走馬灯ですよね。竹原さんが見ていたもの、感じたものが私も感じれるようでね、っていうのがね、チャンピオンになるまでっていうのはものすごく言ってみれば気が楽なんですよ。自分よりも強い相手に向かっていくんでね、負けてもともと勝って栄光ですからね。でもチャンピオンになるともう自分よりも強い人がいないんですよね。でも自分の肉体はどんどん衰えていくんですよ。だから防衛戦を重ねれば重ねるほど自分よりも格下が出てきて、自分を打ちのめそうとするところに、こんなやつに負けたら恥ずかしいなみたいなね、そんな気持ちが出てきて負けられねえみたいな感じで、逆にチャンピオンになった方がハングリーさが増すみたいなところがあってね。だからこそ最後に引退した時にこれで楽になれるんだっていうふうなね、もう勝たなくていいんだっていう気持ちが、なんか私にはすごくね受け取れたんですよね。でも今竹原 TV とか見てるとね、確かに相手は世界ランカーではないですけどもね、でも血気盛んな20代30代の若者がどんどん挑んでくる中で、もう2ラウンドがねやっとの体ですよ。竹原さんも当時のように12ラウンドはとても戦えないですけども、でも
完全燃焼する姿を見せてくれてね、やっぱりこう世界の誰一人かなわなかった人間のパンチはこれかってものをね見せてくれますね。竹原 TV のオープニングでシャドーボクシングするじゃないですか、あのパンチだけでも全然ね全然違いますね、あれだけでもね。もうあのパンチを YouTube の画面越しに見るだけでこのなんか顎に食らいそうでちょっと怖いですね。私はそのぐらいの気迫を感じます。うん、それはだから私なりに武術をねやってきたってところもありますし、今もやってるってところもあって、あのフォームができる人はどのぐらいのことをやってきたのかなと、何百人を倒してきたのかなっていうのがね、こうやってねなんかバーバーっと一瞬にして映るんですよね。だからビジネスでもこう何かね、例えば吉田さんが YouTube で喋るじゃないですか、やっぱり相当やってきたんだなって私は見てきたからこそ思うんですけども、相当やってこないとこの言葉の組み合わせは出ないぞみたいなのがね随所随所に出てきて、小野田さんもそうですけどね、参考になるなと思いますね。まあ、ですんでね、やる以外に感じさせることはできないっていう言葉でねまとめていこうかなと思います。それではいってらっしゃい。